こんにちは。前回の続きやっていきたいと思います。で、まず小学生の復習なんやけど、内側にある図形のね、内側にある角度のことを内角と言います。で、三角形の3つの内角の和は180度です。まあ、そりゃそうやね。で、ここからが新しいことで、内側にある角度を、内角っていうわけやけど、その内角の外側。やね。ここに図で書いてありますが、例えば C の内角。ほんで、反対側。これ、対頂角。で、この内角、対頂角、内角の外側にある角度。これを外角と言いますと。で、書いてあるんやけど、そこの鉛筆マークのところに書いてあるんやけど、三角形の一つの外角は、その隣にない二つの内角に等しいですよ、と。例えば、この図やと、三角形の一つの外角はその隣にない二つの内角の和に等しいですよ。例えば、角 ACD という外角は、隣にない、隣り合わないね、二つの内角の和に等しいんで、A と B、C に隣り合ってない C という外角の、ね、C という内角が作っている外角に隣り合わない内角に等しいんで、今で言うと C 以外やね、角 A っていうのと角 B っていうのの足し算が、ここ。もしくはここ。こう対頂角なんで一緒やけど、外角に等しいと。これがすっげえ大事なんで、まずこの内角っていうものと外角っていうものをちゃんと覚えてくださいと。例えば、これは普通か。例えば、ここの内角と、ここの内角を足したものが、ここの外角になるので、逆に言うと、外角135度。135度の外角から、隣り合わない内角、75度を1つ引き算する、60度かな。と、もう1個の内角になると。内角2つ足して外角なんで、ということは外角から内角引くと、もう1個の内角になるという計算もあったりします。ということで、早速。で、1番はいいかな。これは小学生の問題なんで、別にいいでしょうと。外角の問題から、けど、隣り合わない内角2つ足すと外角になります。いうこと。で、60、角 X は67と60を足したものなんで127度。次、外角から内角引くと、もう一方の内角になりますよ。つまり、角 X ってのは外角から内角を引いたもの。63-38。なんで、25度になりますね。で、3番も一緒に、外角から内角を引き算すると、X の一つの内角になるということで、134度。角 X は134°-76°。なので、58°になりますね。やる分には簡単ねんけどね、いろいろ角度を混ぜられると、意外に内角と外角気づかないって難しかったりします。ということで、
次。いきますが、まあ、1番は、まあ、普通に180度で内角を出せば、まあ、片方内角出してしまって、まあ、例えば、135の外角の隣り合う内角ってのは、普通に180から引けばいいんで、45度かな？で、外角から内角引けばいいんで、角 X イコール110度引く45度。ということで、65度になるねとか。2番は、まあ、外角108から、ここを出せばいいの？ Y としようか。角 Y が外角の80、いや、100、108度。軸55度。で、53度。になるので、まあ、あとは180から、53を引いて、127度かな？とやればいいです。まあ、で、3番。まあ、他にも出し方はあるけどね。そうだな。まあ、普通に出しても別に良さそうな気はするけどな。まあ、これ、例えば、内角を2つ足して外角とかっていう方法もあるし、内角を2つ足すと、外角になるので、まあでも普通に出してもいいよな。まあ例えばやけど、こういう感じで、92度、まあ、内角。これ2つ足すと外角142度になるので、次はこの外角から内角引いてやると答えになります。いうのでもいいけどね。でもまあ、どうしても外角を使わないけませんよっていう問題ならば、外角を使わないかんねえけど、この問題を見るとね、別に X を大きさを求めなさいって書いてあるだけなんで、普通に三角形の内角の和でやっても全然構わんねえけどね。まあ、ちなみに言うと、2番も108で内角がね、72度。なんで、72度と55度を足して、外角。72度内角と、もう一個の内角、55度を足して、外角 X。こうね。外角 X を出して、127度でもいいです。まあ。出し方はいろいろあるかなと。そういうふうに思う。で、ラスト。まあ、これが証明ってやつだけど、今からみんなにやってもらうのはこういう感じです。まあ、これ、穴埋め問題になってるけど、実際は真っ白のとこに、これをね、これを全部書いていくイメージです。で、内角の和が180度で、A を通り、
BC と DE が平行なんで、平行のマークは書いとくか。錯覚同位角っていうのが出てきそうなんでね。で、DE と平行 BC なんで、なんちゃらは等しいから、B となんちゃらは同じです。まあ、錯覚か同位角か、まあ、どっちかやろうな。で、この場合は、まあ、ここはね、実際やってみるしかないんで、錯覚等しいから、角 B って、こういうマーク、丸とかね、三角とかバツとか、そういうのも入れてあげてください。角 B と、ここやろな、が同じですと。アルファベット順で言うと、角 B、A、D かな。角 B、A、D と。で、次、C となんかが一緒ですと。で、まあ、丸一丸一なんで、まあ、錯覚ないよね。錯覚が等しいので、C、バツと内側同士、内側同士やな。CAE かな。角、CAE。が一緒ですね、と。で、従って三角形 ABC で A と B と C と足したら、まあ、それは三角形の内角の和なんで、180だよね。で、BAC と、丸と×、2番ってのは、まあ、3番ってのは×。まあ、今で言うと角 BAD と、角 CAE やな。イコール角 DAE は180度ですと。まあ、つまり三角形の内角の和が180度と、まあ、一直線なんでね。それはここは180度の180度ですと。したがって、三角形の3つの内角は180度ですという証明。三角形の内角ってなんで180度なんですか？小学生の時は覚えたけど、そもそもなんでなんですかと言われたら、こういうふうに証明してあげればわかりやすいよという話です。ということで、基本的な角度はこんな感じ。同位角、錯角、対頂角、内角、外角というのが、まあ、大まかな。で、これを使ってちょっと、勉強していきましょうという。そんな感じです。以上、ありがとうございました。